宮本武蔵は2014年3月15日16日に2夜連続でテレビ朝日開局55周年記念番組として系列局で放送されたスペシャルドラマ主演は当時スマップのメンバーだった木村拓也で時代劇への出演は2006年の映画武士の一部以来8年ぶりでテレビ朝日のドラマ出演は1995年の君は時の彼方へ 以来19年ぶりとなる。キャッチコピーは、切った数だけ強くなれた。切った数だけ涙を流した。視聴率は第一、第1夜が14.2%、第2夜が12.6%。原作は、吉川英治の同名小説で、ドラマ化は2003年に放送された、NHK 大河ドラマ、武蔵武蔵以来11年ぶり。アクション監修に、 ジャッキー・チェンが会長を務める香港動作特技、演員公開の唯一の日本人会員である谷垣賢治を迎え、殺人のシーンでは刀を本当に当てるという今までにない手法が取り入れられた。キャスティングやビジュアルのイメージに原作を同じくする井上武彦の漫画、バガーボンドの影響が見られるとの意見もある。ちなみに、木村は後の2二2一年六月十三日に、 配信された冠番組木村さん。で好きな漫画5000の話の中で戦がいながらバガーボンドを上げている。ありがとうございます。